県道304号線途中まで広かったんだけど、下の方に来たら結構細いね。細いね。県道19号、なんか急に細くなっちゃったよ本当の一車線、本当に細い。新加橋じゃん。四国といえば新加橋。降りてみる？降りてみたいよね。熊秋沈下橋だって。 50m 幅 3m、 四万十本流にかかる2番目の沈下橋だって。大正町市場っていうところに来たの今。大正町市場、うん、クレっていう、ここがクレ地区っていう、クレ大正町市場っていうところ。うんうん、うん、今どこなんだろうね、ちょっとわかんない。いっぱいあるな、なんかお店が。お店がいっぱいあるんだ、うん、雰囲気も良さそう。行ってみよう。なんかちょっとおしゃれだもん。そうそう、なんかレトロで。もう高知から南に80キロ、90キロってところかな、今。おはよう。これお刺身、お刺身も買いたいね。何？あ、検査キットも150円まで買ってく？いいねー。これ食べて他のものこれ買うの。あ、これぐらいにしとね。はい。あと他のもの食べたらいい。そうそうそう。あ、これ持ち帰りでもいいですか？あ、いいですよ。持ち帰りします。買ってないで。はい。あの、切らなくてもそのままで。切ってもらうと思いますか？はい。はい。それと、生もちょっと一個もらいたいです。ちょっとお食べください。じゃあそれで。はい。そうです。ちょっとこれを持ち帰りたいね。お願いします。だから計算機に構いませんか？はいはい。1940円になります。すごい。途中で食べるんじゃなくて、もうでもいいや、まだ持ち帰り。あ、車で食べる。あ、車で食べる。それによってね。はい。でもそういうのは持ってるわけ。あ、持ってます。はい、ありがとうございます。これ心臓？心臓です。おお、すごい。切り方ご存知ですかね。あ、いや、わかんない。どれでも、人がこう、持っといて、こう輪切りにしてくださいね。はい、こう切ったらお汁が出る部位ですので、あ、なるほど、ね、こう持っといて、こうやって切ってくださいね。はい、ありがとうございます。クレ店だったよ、町の。結構いい感じだね。ちょっと見てみよう。できた。できたよ。できたって、買ってきただけなんだけどさ。田中鮮魚店のカツオ、中土佐の高知の戻りガツオ、うん、まだちょっと早いけどね、うん、もうちょっとだけど。うわ、美味しそうだね。生、こっちは、こっちは生のカツオ、うん、で、なんかみかんみたいなの、なんて言ったか忘れちゃったけど、これを絞るんだってね。絞って、それからタレね、これタレ、うん、たたきのタレ。なんかね、柚子果汁が結構入ってるから、これいらなかったかも。なるほど。と、田中鮮魚店で買った塩、どっかとコラボしてるらしい。食べてみていい？うん、どうぞ。まずたたきから。やっぱ塩でしょ、こりゃ。うまい。なんか血生臭さはない？うん、ないね。あ、そう、うん、美味しい。へー、生もいってみます。生はこれかな。どれどれ。そう、油乗ってる？油まだ乗ってない。まだ早いからって言ってたでしょ。淡白な感じ。うん、そうだね。でも美味しい。うん、
生の方が美味しいかも。最高。美味しい？うん。食べてみ。最高です。香りもいっちゃいます。あ、剣先だったね。抜群剣先。うまい。結構量があって安かったね。安かったね。この大きいさ、こっちがさ、これで900円。で、このこれが5切れで500円だから、生はちょっと高めだけど。うんうん、で、剣先イカが一番大きいの買ったけど300円。このお店何がすごいってさ、これ俺ら持って帰ってきたけどさ、これをあそこで買って横の食堂でご飯とかお味噌汁とかと食べれるんだよね。うん、お味噌汁なんかすごい美味しそうだった。100円だか150円で。あ、そう。いいね。あ、すごいよね。こんだけ食べてだって2000円しないぐらいだもん。人がいっぱいいたもんね。混んでた。まあ、コロナだからちょっとあれだけど、コロナじゃなかったら間違いなく行ってるな。お店で食べたい。本気で酸っぱい柚子もなかだって。美味しそう。うわ、これも美味しそう。シホビールってすごいじゃん。初めて見た。すごい。1本丸々だよ。はい、1480円だって、1本丸々。すごいね。すごい安くない？ドリドリ、ね、もうめちゃくちゃでかいよ。だってほら、私の手この50だね、50センチあるね。こんなんだもん。すごいわ。あ、そうなんですか。こんなんピチピチって上がってみ。すごい引きだろうね。すごいよね。カツオのたたきも大きいな。めちゃくちゃ大きいな。こんなのもこの800円なんだよ。めちゃくちゃ大きいよ。こんなん500円なんだよ。安いな。ハランボってなんだ。あの、だからハラスでしょ。ハラスの脂身が多いところ。よく焼いてもいい。じゃあこれ、これは心臓。心臓よくない。焼いてみる。うん。わあ、天気が良くなってきた。ね、海沿いに出てきました。今から柏島、高知の端っこ足摺り岬の先っぽの方に何か一個島があるから、そこを目指してるんだけど、あと 4,5 分っていうところ、3キロぐらい。見えるかな。見えるね。海やっぱ綺麗だね。この辺りは海がすごい綺麗だっていう噂だよ。でもなんか養殖が最近多くて、養殖のその餌が結構流れてすごい匂うんだって、水も濁ってきてるみたいな。でしかもその養殖がさ、マグロとかなんだよ確か。だからすごい餌の量なんだろうなと思って、わ、本当だね。すごい養殖の数。わ、すごいな。牡蠣とかじゃないもんな。なんかこっちはやばい、波が。あ、急に。ここか、柏島の。あ、ここがあれだ。ここで泳げるんだよね。ここビーチなんだけど、なんか警備員さんがいるね。いる？いるいる。あ、臨時駐車場200メーター先だって。着いた。結構暖かい。誰も泳がないんだね。
然車も全然いないし、こんなところに来る人いないのか、台風の後で。連休なのに。あの先が足摺岬じゃないか。お食事どころ足摺っていうお店で、清水サバが食べれるらしいから、うん、そこのサバ寿司もうまいらしいから、うんうん、焼きサバだけどね。焼きサバ寿司 と生の刺身、清水サバのお刺身。4時からお店開いてるはずだから、ちょっと買って車で食べる。あれ開いてる？開いてないか。本日は清水サバの入荷がありませんだって。サバ寿司もないのかな、そうしたら。海が荒れてたらサバがないって出てたから、台風来てたから、そういうことか、漁に出れなかったのか。しかも4時じゃんでもないんだ、5時から5時からだって今日は。まあいいか、とりあえずだったらもう足摺岬の駐車場に向かって、うん、夕日を見に行ってみよう。じゃあ夕日を見に行って、それからちょっと考えてみろ。裏か、すごいいいとこじゃないねえ。一人も釣りしてる人がいないね。いやもはや釣りするあれじゃない、みんな漁業関係なんじゃない、お仕事が。漁師さんとか加工屋さんとか、そんなそんなわざわざ休日に釣りなんかっていう、いやそのレベルよね。一人ぐらいいてもいいじゃん。なんか釣り禁止なのかと思うレベルじゃんこれ。これカツオの心臓なんだって。わーいいね。今日の夕飯は、今日の夕飯は、うん、まずカツオでしょ。カツオのカツオのハラスだね。これはお腹の部分、お腹の脂があるところを道の駅で買って、あと心臓か、うん、あとこれか、これカツオご飯と、うん、とこれが今日は足摺岬の近くの足摺っていう人気店の焼きサバ寿司と刺身三種盛り。おいしそうだね、厚切り。何かわかんない、聞いたけど初めて。なんとか味と、なんとか味と、なんとかなんとか全然わからない、何もわかんなかった、わかんなかったね。と貝三種、貝三種じゃない、貝と、うん、焼きサバ寿司。わあうまそう。おお美味しそうだね。焼きサバ寿司を待って食べるって聞いたことがない。30分待ったかな。30分待ったもん。うん、で、あったかいんだもんまだ。わあ美味しそう。なんか清水サバっていう有名なサバがあってね、うん、それの。いただきます。うん。どう。美味しい？うん。最高。うん。じゃあこっちも食べようかな。よし。油が多いのかな、そこは。どうだろう。ん？うん。美味しい。美味しい。なんか焼くと全然違うね。あ、そうなんだ。うん。へえ。なんか
より食べやすくなるっていうか。あ、そう、臭みない？ないない、全然ない。そうなんだ、カツオなのに。全然ない。普通カツオってやったらちょっと臭くなるのにさ、全然ない。すごい美味しいよ。うん、何が、え、これ味噌かな、うん、焼いてあるもんね、これこのまま、うん、うん、うん、うまいよこれ。でしょ、ちょっと洋風でもあり。そうだね、でも味噌の味もして、味噌の味もしてちょっと和風でもあり、うん、いや中何入ってるのかな、歯ごたえはすごいんだけど、貝の貝ひもとかが細かくしてあって、うん、何これ、バターも入ってるし、バターと味噌が合うのかな。ちょっと何これ、ナス、なんか、そんなの入ってんだ、うん、野菜も入ってる。すごい広い2車線だったのに、急にこんな1車線のところが増えてきて、ちゃくちゃ細いね、大丈夫運転、ね、もうすれ違いできなくてさ、しかも暗くて周りもよく見えなくてで対向車来て必死だよね、もう必死でバックしたりさ本当だよね、もう必死だよ本当に、この道は大変だね、すごい大変、細いな、1台ギリギリじゃん、前から来たらやばいよね、うん、なんかさ、さっきから入り口というか、うん、対向車注意みたいな光がついたら入っちゃダメみたいなルールがあるじゃん、あるっぽいね、なんか待っててくれてるもんね、そうそうそう、反対側で、俺らもそれが光ってたら止まらないとダメなんだけど、うん、今のところ光ってない、うん、光ってない、ね、今のところはなかったね、でも、うん、短いところはないんだな、ちょっとでば、ちょっとの場所でいいところとか、見通しがいいところは、うん、これ何キロ続くの、あと7キロさっき12キロだから半分ぐらい来てる、うん、キャンピングカー大きい人は注意だね、注意だよね、こんな、多分日中もっとあの 車通りが多いからね、通りが多いからさらに大変だと思う、バスとかも走るからな、トラックと、もう左寄ってたら、このくらい広かったらここが細くなるもんか、急に細くなるんだよね、本当に吸っちゃいそうなくらい細いんだよね、3メーターないだろうな、幅、今日はだってさ、高知の手前の香川からすぐのサービスエリアで朝出発して、うん、まず四国カルスと行って、うん、雨でドームでダメですぐ降りてきて、うん、あ、そうだ、カツオを食べに買いに中土佐に行って、うん、でそこから柏島行って足摺岬行ってで今四万十川の四万十市から川崎の方、中の方の中流だもんね、すごいよね、うん、なんだかんだで400キロぐらい走ってんじゃないの、うん、多分なんか朝5時から動き出して今もう10時でしょ、10時半になろうとしてる、あらすごいじゃん。Take my time, 'cause I don't